ディープフライ級1ラウンド3分2ラウンドで行われます。アマチュア S ルール、パウンドが認められたルールになります。中断する場合がございます。試合の間中断する場合がございます。あらかじめご了承ください。その背中からも自信が垣間見えます。琥珀、今年の6月アマチュア MMA コンペティション AMMC RDX カップ2014プライ級で優勝を果たしました。この一戦のためにこの夏はめちゃくちゃ追い込んできた、そう話します。1ラウンド決着を狙っているのは青いリストカラーの近藤大臣でありますが、まず前に出たのは琥珀です。さて、この琥珀のことは伊沢選手、はい、もともと K クランにいてジャパントップチームで現在練習してますので、そうですね、ずっと一緒な子って感じですね、はい、でもオーラが出てきてますね。そうですよね、入場の仕方もすごい堂々としてて、会場を味方にしてるなっていうような入ってき方しました、ね。で打撃が強いんですけど、自分から組みに行って成長も見られるような姿で嬉しいですね、はい。早くも組みに行きました琥珀です。さてコロ選手、はい、コロ選手はこの若き2人の一戦ですが、どういった目で見てますか。近藤選手はキックボクシングの経験がすごいあるんですよね、はい。で琥珀選手は今度も練習してたんですけど、ボクシングが強くて、で今 JT できて総合力を鍛えている感じなんで、この打撃だけで総合力がどうなるのか、どっちが強くなるのかな、強いのかなっていうのが楽しみですね。なるほど、もともと空手とボクシングをベースにしている琥珀です。現在トップポジションです。さあ、そしてポジション取ってますね、上にのしかかって左のパンチを放っていきます。この体勢というのは伊沢選手どうですか。すごい琥珀選手有利なポジションですね、マウントポジションも取っています。さあさらにバックマウントになるか、横についた、そして今近藤選手が返しましたね、上になったのは近藤大臣の方です。そして足を上げて三角を狙うか、アームバーだ、いい、アームバー決まった取りましたね、すごい。勝者成長してますね。ものすごく成長しています、この青年19歳琥珀。なんと自身初の一本勝ちを収めました。バーバルサッパーによりまして、いや見事ですね、琥珀選手の勝利でございます。しかも今ちょっと雨降ってる中で滑りやすさがあったと思うんですけど、しっかり決め切ったのすごいなと思いますね。そうですね、いやでもその表情見てもですね、この選手、はい、自信が満ち溢れてますよ。そうですね、なんか自分がやりたいことだけやったっていう、相手に何もさせなかったですね、はいはい。まずは足を上げていって、そして相手の近藤の左腕を取ってのアームバー、えぐい角度で曲がってましたね、はい、うまかったですね、初めて下からの十字見ましたね、いやでも本当に若いうちから MMA デビューして、アマチュアでデビューして、はい、本当目に見える速さでスピーディーに成長してますよね、成長速度が速いですね、この選手は打撃になったら多分すごい強いと思うので、はい、次打撃どれぐらいのレベルなのか見たいですね。そうですね、はい、なんといっても60戦以上のアマチュアキックのキャリアがある、ね、ということですからね。やっぱりでも MMA になっちゃうとこういう風に寝かされてってなっちゃうんで、はい、テイクダウンのディフェンス覚えながらやっていくとすごい光るかなと。見事第1試合会場を沸かせました。雨の中一本勝ちを収めた琥珀です。勝利のシャワーに濡れています。